皆さん、こんにちは。多くのドラマや映画に出演していた平田満さん。そんな平田満さんにはなんと死亡説が流れていました。今回は平田満さんの経歴を説明しながら、死亡説の真相や下積み時代の衝撃的な話についてご紹介していきます。まずは平田満さんのプロフィールからご紹介します。名前、平田満。生年月日、1953年11月2日。出身地、愛知県豊橋市。血液型、AB 型。身長、169cm。活動内容、俳優。平田満さんは海で海苔の養殖をしたり、池でうなぎの養殖などを手掛けていた両親のもと、3人兄弟の末っ子として誕生すると、三河湾に近い田園地帯にある隣の集落と 1km 以上も離れている実家で、飼っていたヤギの乳を毎日飲むなど、のびのびと健康的に生活していたそうです。中学時代は相撲部に在籍し、団体戦で県大会2位になるなど、スポーツ万能だった上、成績優秀で、中学卒業後も県内でも偏差値の高いトップクラスの進学校に進学し、ラグビー部のキャプテンを務め、県大会では準優勝するなど文武両道だったそうです。そんな平田満さんは1972年に早稲田大学文学部に進学したそうですが、新入生勧誘の看板が立ち並ぶ校内を歩いていたところ、劇団しばらくという立て看板があったそうで、そこで呼び込みの学生に誘われるがままに総大演劇研究会のアトリエに入ると、そこでは赤いジュバン姿で踊っている女の子や大声で絶叫している男の子がいたそうで、お芝居を見たことがない平田満さんには何が何だかわけが分からず、ただただそのエネルギーに圧倒されたそうです。そしてその後、舞台が終わると劇団員が残って後片付けを始めたそうで、平田満さんもただで舞台を見せてもらったことから後片付けを手伝うと、そのまま打ち上げにも参加することになったそうで、宴会で盛り上がるうちに入部することに。こうして平田満さんは早稲田大学内の劇団しばらくに入団したそうですが、平田満さんは常々、先の見える出来上がったような人生は歩みたくない、何が起こるかわからない方が面白いと思っていたそうで、演劇は戯曲も読んだことさえなかったそうですが、知らない世界に飛び込んでみたいとの思いで入団したのだそうです。しかし夏休みに先輩が実験公演的なお芝居をやってくれるも、平田満さんは戯曲の読み方がわからず、また演じることも恥ずかしかったことから自分には向いていないと思ったそうで、劇団を辞めようと退団届を送ったそうです。しかし主催の向島三四郎さんから、今度慶応で芝居やってるすごい人が早稲田に来るんだ、塚公平という人でね、その人と一緒にやってみないかと何度も手紙が来たそうで、結局根負けして退団を撤回し、そのまま騙されるように稽古に入ることになったそうです。そして平田満さんは塚公平さんと出会い、彼が脚本した作品に参加するようになりました。お芝居に関しては全くの素人で、塚さんのことも知らなかった平田満さんは、これ一回だけにしようと参加したそうです。すると稽古では大学の周りをマラソンさせられたり、ヘトヘトになるまで踊らされたりしたそうで、高校時代にラグビーをやっていた平田満さんは演劇の稽古というよりまるで運動部の延長のように感じた上、肝心の演出の方も台本に沿って演技指導していく従来のスタイルではなく、ほとんど台本がない中で口立てと言われる独特の方法でセリフを覚えていかなければならなかったそうです。そんな塚公平さんの指導に当初は困惑していた平田満さんでしたが、やがてそれまでになかった気持ちが芽生え始めたそうで、大学を中退し塚公平事務所に入所。ただ稽古をして芝居をして公演が終わると、塚公平さんとは音信不通になり、次があるのかないのかもわからないまま食べるためにアルバイトをして過ごし、そのうち突然塚公平さんから明日から稽古をするから来いよと連絡が入ると、決まっていたアルバイトも辞めるという生活だったそうです。このような下積み生活をしていた平田満さんは、1978年には TBS 系ドラマ三男三女婿一匹にてドラマ初出演を果たし、翌年には限りなく透明に近いブルーにてスクリーンデビューを飾ります。
その後は数限りない作品に出演し、日本を代表する俳優となりました。そんな平田満さんは若い頃は曰く付きの部屋で暮らしていたそうです。いわゆる事故物件というものです。不動産屋で、あなただったら大丈夫そうだからと勧められた格安物件でした。前の入居者がカップルで心中をした部屋で、家賃はその地域の相場の半額だったとのこと。平田満さんご自身は心霊現象を体験せず、亡くなったカップルが使っていたランプシェードやスリッパをそのまま使用していたそうですけれども、泊まりに来た友人には見えてはならないものが見えていたらしく、沈んだ気持ちで帰っていくことがあったのだそう。役者志望の若者や下積み時代にはよくありそうな話ですね。そして平田満さんはプライベートでは、1981年にもともと同じ劇団で友人だった女優の井上加奈子さんと結婚しています。しかし交際期間はなく、プロポーズを承諾してもらってからすぐに入籍しているそうです。ちなみにプロポーズは一度は断られ、二度目に OK をもらったのだとか。井上加奈子さんはもともと女優をされていました。塚浩平さん脚本の演劇熱海殺人事件や初級革命講座飛龍伝などに平田満さんと共に出演していたそうです。現在は平田満さんと共にアルカンパニーという企画プロデュース共同体を作り、多くの役者や演出家、劇作家と共に舞台活動を行っています。井上加奈子さんの現在の年齢は分かりませんが、お二人は大学で知り合っているので、平田満さんとほぼ同じくらいの年齢と思われます。お二人の間には1981年11月に長女が誕生し、続いて長男、次女にも恵まれました。井上加奈子さんは16年間子育てのために専業主婦に。現在は仕事場、家庭と一緒に過ごす時間が多い夫妻ですが、喧嘩はしないそうです。平田満さんについて息子というキーワードで検索する人が多いようですが、息子さんに関する情報は見つかりませんでした。このことから息子さんは芸能界に関わる人物ではなく、おそらく一般人だと思われます。時折見られるパターンですが、ドラマや映画の作中での息子役を検索する場合もありますね。現在の平田満さんはどうしているのでしょうか。巷では死亡説が流れているようですが、そのあたりの真相なども調べてみました。1953年11月2日生まれの平田満さんは、2023年の誕生日を迎えると70歳という年齢になります。しかし彼にはもう死亡しているのではないかとの噂もあるようです。平田満さんは交通事故で死亡したとの噂が流れていますが、真相はどうなのでしょうか。これについて調べてみましたが、結論から言うと死亡説は全くのデマのようです。以前平田満さんは事故を起こした過去があります。しかしその時はご自身が運転していたわけではなく、同乗していただけのようです。しかもこの事故は相手側の急な車線変更によって引き起こされたものでした。平田満さんに怪我はなかったようですが、たまたまこの日が笑っていいともののテレフォンショッキングだったことから話題になりました。この時は怪我はありませんでしたが、平田満さんは別の時にも事故を起こしていました。その時はご自身が運転していたそうですが、相手側が信号を無視したために衝突し、肋骨5本を骨折。これにより金八先生第5シーズンのレギュラー予定がなくなったそうです。このような過去に起きた事故によって平田満さんの死亡の噂が出ていたのではないでしょうか。というわけで平田満さんは今もお元気です。現在も映画やドラマなどで活躍し、舞台などにも力を入れているようです。いかがでしたか。今回は平田満さんの経歴を説明しながら、死亡説の真相や下積み時代の衝撃的な話についてご紹介しました。名脇役として現在も活躍を続ける平田満さんには、これからもお体に気をつけて素敵な作品を残していってほしいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。